クリス・スレードは、ウェールズ出身のロックドラマー。イギリス・ウェールズ南部のグラモーガン地方、ポンティプリット出身。スレードは1963年より、トム・ジョーンズのバックバンドで活動。1969年には、オリビア・ニュートン・ジョンと共に、映画、トゥーマロの、作中バンドトゥーマロに参加するが、映画及びサウンドトラックアルバムには、不参加となり、カール・チェンバースが、 スレイドの公認を務めた。1971年から1978年までは、マンフレッド・マンズ・アース・バンドのメンバーであった。1980年より2年間ユーライア・ヒープに在籍し、その後、ゲイリー・ニューマンのアルバム、アイア・サシンのレコーディング及びツアーに参加。1984年には、デビッド・ギルモアのツアーに参加するが、ギルモアから参加依頼を受けた直後に、 ジミー・ページの新バンドにも勧誘され、ギルモアのツアー終了後にページと合流。ページ、ポール・ロジャース、トニー・フランクリンと結成された新バンドは、スレードの兄より、ザ・ファームと名付けられ、1986年まで活動。1989年、ゲイリー・ムーアのアルバム、アフター・ザ・ウォーに伴うツアーのリハーサル中に、コージー・パウエルが離脱し、スレードが大役として、 ツアードラマーを務めた。スレードが最も注目を浴びたのは、1989年にオーストラリアのハードロックグループ AC、d c からサイモンライトの脱退を受けて、バンドへの参加を求められた時だったと言えるだろう。ヤング兄弟は、当初はスレードを一時的な代役として雇い、やがて次のアルバムのレコーディング中に、バンドの正式メンバーとなることを求めた。スレードはアルバム、 レーザーズエッジと、それを受けてのツアーに参加した。しかし、4年後、ヤング兄弟は、自分たちのスタイルのロックに、ぴったりの、グルーブを出せる、として、元メンバーのフィルラットを復帰させることにし、スレードに離脱を求めた。AC、DC を離れたスレードは、数年間、イギリスの田舎で生活していたが、プログレッシブロックグループのエイジアのジェフダウンズから、バンドへの参加を求められた。 最終的に2005年9月に脱退するまで、スレードは6年間エイジアに在籍した。その後は、クリス・スレード・スチールサークル CS、SC という AC、DC のトリビュートバンドを率いる一方、セッションドラマーとしても活動していた。しかし、2014年にフィルラットが不祥事により逮捕されたのを受け、2015年2月の第57回グラミー賞受賞式より、 ラットの代役として AC、DC に再加入し、その後のワールドツアーにも参加。トム・ジョーンズ、トム・パクストン、マンフレッド・マンズ・アース・バンド・テラ、ノーバ・カイオルソン・フランキー・ミラー・ユーラヤ・ヒープ、ゲイリー・ニューマン・デニー・イレイン・ザ・ファーム AC、DC ・エイジア・ブラッド・ストック・ダメージ・コントロール。ありがとうございます。